テレビ東京は5月28日、昨年3月28日に放送された人気番組激録、警察密着24時の内容に不適切な点があったとして、公式サイトを通じて謝罪の意を表明しました。同局のアナウンサー、島田博久氏と末竹理香子氏が謝罪文を読み上げる形で伝えられました。問題となった放送回では、大ヒットアニメ木の葉の商品に関する不正競争防止法違反事件を取り上げていましたが、関係者の名誉を傷つけるような行き過ぎた演出があったと説明。人気作品をめぐる事件だけに高い注目を集めていた放送でした。番組では4人が逮捕されたことを伝えましたが、その後の捜査で3人が不起訴となっていた事実に言及がなかったことが明らかになりました。同局は逆切れや今度は泣き落としといった刺激的なナレーションを多用したり、二席、組織を一網打尽といったテロップを使用したことは配慮を欠き行き過ぎた演出でしたと認め、関係者の皆様の名誉を傷つけてしまったことをお詫びいたしますと陳謝しました。また番組内で登場した会社が鬼の葉のキャラクターをそのまま描いた商品を中国へ発注していたと VTR で放送しましたが、放送前の取材ではそのような事実があるのかどうかを確認していませんでしたと告白。放送後、VTR で登場した会社から、鬼の葉のキャラクターをそのまま描いた商品を中国へ発注していた事実などないとの指摘を受けました。また、強制捜査後も問題となっている商品が通信販売などでも売られ続けていたとお伝えしましたが、通信販売などを行っていたのは VTR に登場した会社とは異なる第三者でしたと事実誤認があったことを認め、それにもかかわらず番組ではあたかも VTR で紹介した会社自身が通信販売を行っていたと不正確な表現をしてしまいましたと重ねて謝罪しました。さらに捜査シーンにおいても誤解を与える表現がありましたと指摘。 VTR には実際の捜査場面を撮影したものに加え、警察署内での捜査員同士の会話や会議の様子がありましたが、これらはいずれも事後に撮影したものでした。しかしながら番組では事後に撮影されたものであることを明示していませんでした。また全てが捜査の時系列に沿った一連の撮影であるかのような誤解を招く構成になっておりましたと、番組構成にも問題があったことを認めました。これらの不適切な表現を通して視聴者の皆様に誤解を与え、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたこと、そして事実確認に時間を要したことで関係者の皆様の名誉を深く傷つけたことをテレビ東京として真摯に受け止め、心からお詫びいたしますと謝罪の言葉を述べ、テレビ東京では視聴者の皆様の信頼を損なうことのないよう、今回の件を踏まえて適正な放送への対策を講じ、再発防止に努めてまいりますと再発防止への決意を表明しました。今回の放送は人気アニメをめぐる事件ということで大きな注目を集めていただけに、番組制作側の不適切な演出や事実確認の不備が関係者の名誉を傷つける結果となってしまいました。テレビ局としての責任を痛感し、真摯な反省と謝罪の姿勢を示したテレビ東京ですが、今後は番組制作のプロセスを見直し、視聴者の信頼を取り戻すための努力が求められそうです。放送倫理の観点からも今回の問題は看過できないものでしょう。番組の内容が視聴者に与える影響の大きさを考えれば、刺激的な演出や不正確な情報の提示は慎むべきです。特に実在の人物や企業が関わる事件を扱う際には事実関係の確認を徹底し、関係者の名誉を損なうことのないよう細心の注意を払う必要があります。テレビ東京には今回の反省を生かし、視聴者に信頼される番組作りに邁進してもらいたいものです。放送局には正確で公正な情報を提供し、社会に貢献する役割が期待されています。その使命を果たすためにも、今回の教訓を風化させることなく、番組制作の在り方を根本から見直す必要があるでしょう。視聴者からのコメントを読んで返信する部分、動画の最後にコメントをつけてご意見をお聞かせください。今回は偶然このようなフォローがありましたが、日本のメディアは逮捕を推定有罪とみなす傾向があります。そのため容疑者の段階で実名報道されると、それがデジタルタトゥーとなり
社会的に重大な影響を及ぼす可能性があります。その後、たとえ不起訴や無罪が確定しても、その訂正報道はほとんど行われません。これはバラエティ番組の問題にとどまらず、もっと社会的に深刻で大きな問題だと思います。報道の際には、容疑者の人権と社会的影響を慎重に考慮する必要があります。容疑者の実名報道は、有罪判決が確定するまでは避けるべきです。そうしないと、無実の人が社会的に抹殺されてしまう可能性があります。また、不起訴や無罪判決が出た場合には、その事実を速やかに報道することが重要です。容疑者の名誉回復と社会的な偏見の解消につながるからです。関係者の名誉を傷つける過剰な演出があったと説明された。取材中に逮捕されたからといって、その時点で犯罪者と決めつけて報道するのはどうだろうか。逮捕された段階では推定無罪であり、その後の裁判で有罪が確定して初めて犯罪者となる。時々痴漢を捕まえたと報道されることがあるが、本人が否認している場合でも放送されることがあり、それは一部の YouTuber と同じ行為だと思う。有罪が確定した後に初めてテレビで放送するなどの配慮が必要だと思う。報道の際には、被疑者の人権と個人情報の保護に十分配慮する必要があります。逮捕された段階では推定無罪の原則が適用されるため、犯罪者と決めつけて報道するのは適切ではありません。痴漢事件などの報道においても、有罪が確定する前に被疑者の氏名や顔写真を公開するのは避けるべきです。被疑者の名誉を傷つける可能性があり、冤罪の危険性もあるためです。犯罪抑止の面もあるので、これで良いのかもしれないが、本当に一瞬目をそらしただけで見抜けるものなのかといつも疑問に思う。そして、車を運転中にパトカーが隣にいるとき、わざと極端に目を伏せたりするが、一度も声をかけられたことはない。つまり、どんなに避けようとしても、自分が善人であることが見抜かれているのだろうと考えるようにしている。確かに、犯罪抑止の観点から、警察の監視体制は一定の効果があると言えるでしょう。しかし、常に監視されているという意識が国民の自由を阻害する可能性もあります。パトカーの隣を走っても声をかけられないという経験から、多くの善良な市民が自分が善人だと見抜かれていると感じているようです。これは警察の監視体制が必ずしも適切に機能していないことを示唆しているのかもしれません。一方で、犯罪抑止のためには一定の監視は必要不可欠です。問題は、その監視の程度と方法をどのように設計するかということです。まあ、これだけではないでしょう。面白ければそれでよしとする、警察が常に正しいかのように描かれる番組ですからね。実際には警察内部でも連日のように逮捕者が出ているのに、この番組では警察官がまるで成人のように扱われています。それなら、警察官が逮捕される瞬間も放送した方が、もっとリアリティがあり、警察官も緊張感を持つし、視聴者も多少興味を持つかもしれませんね。私は、この番組が警察の実態を正確に反映していないと思います。確かに、警察内部での不正行為は頻繁に報道されています。しかし、この番組では、あくまでも理想的な警察官の姿を描いているのだと理解しています。視聴者に警察への信頼感を持ってもらうことが、この番組の目的の一つだと考えられます。そのため、あえて警察官の逮捕シーンを放送することは避けられているのかもしれません。ただし、あなたの指摘のように、そうした現実離れした描写では視聴者の興味を引くことができないかもしれません。より現実味のある描写を取り入れることで、視聴者の関心をさらに高められるかもしれません。